今回の質問、昆虫の不思議さについて教えてください。昆虫は地球上で最も多様性に富んだ生物のグループの一つで、約100万種類以上が存在しているとされています。昆虫の不思議さは、その驚くべき多様性や独特の生態、そして素晴らしい能力にあります。小学生でもわかるように、昆虫の魅力と不思議さについて説明しましょう。まず、昆虫はとても小さな体でありながら、様々な生活環境に適応しています。森や草原、水辺や砂漠など、地球上のほとんどどんな場所にでも昆虫が生息しています。これは昆虫たちが生存競争に勝ち抜くために独自の能力を持っているからです。例えば、蝶やガは美しい羽を持ち、花の蜜を吸うために長い口器を使います。また、アリやハチは社会性を持っており、効率的に働くことで巣を作り繁殖を行います。カブトムシやクワガタムシは強い鎧のような外骨格を持っており、敵から身を守ることができます。さらに、昆虫は驚くべき変身能力を持っています。幼虫から成虫になる過程で完全変態を行う昆虫がたくさんいます。例えば、蝶々は幼虫の時期には毛虫の姿で、その後さなぎになり、最後に美しい羽を持つ蝶々に変身します。この変身能力は、昆虫が生活環境に適応する上で大きな役割を果たしています。また、昆虫は驚異的な運動能力を持っています。ハエやモスキートは素早い飛行能力を持ち、カマキリは瞬間的に獲物を捕らえる速さを持っています。また、バッタやゼニゴケムシは自分の体よりも遠くにジャンプすることができます。総じて、昆虫の不思議さは、その多様性や驚くべき適応力、変身能力、運動能力にあります。具体的な昆虫の不思議なエピソードをいくつか紹介しましょう。ミツバチのダンス。ミツバチは仲間に花がある場所を教えるために特別なダンスをします。これをワーグルダンスと呼びます。ミツバチが巣に戻った時、体を振って蜜源の方向と距離を伝えるんだよ。これによって仲間のミツバチたちは効率的に花の蜜を集めることができます。カマキリの首回し。カマキリは首をほぼ360度回すことができる昆虫で、これにより周囲の状況をよく把握できます。また、カマキリは瞬時に獲物を捕らえるために前足を素早く伸ばす能力も持っています。カブトムシの巣も。カブトムシはオス同士で縄張り争いをすることがあり、その際に核を使って相手をひっくり返そうとします。これは昆虫の中でも特に独特な行動で、カブトムシの不思議なエピソードの一つです。クモを操るカニグア。カニグアはクモを捕まえ獲物として利用する昆虫です。カニグアはクモの体に毒針を刺すことでクモを麻痺させます。その後、カニグアはクモの糸を使って獲物を吊るし自分の巣に運んで食べます。ショウジョウバエの時間感覚。ショウジョウバエは時間感覚を持つ昆虫の一つです。彼らは特定の時間帯に活動し、それ以外の時間帯は休息します。ショウジョウバエの時間感覚は遺伝子や分子の働きによって制御されています。これらのエピソードは昆虫の不思議さや驚くべき適応力を示しています。昆虫は地球上の生態系において重要な役割を果たしており、その独特の生態や能力は私たちにとって興味深いものです。